イランのアゼリー料理、クーフテタブリーズイーアクチャーバトキョフテシキョフテは、中東や南アジアに広まっているミートボールやミートローフ等の肉料理である。キョフテの故障には、コフタやコフテなど各国で色々な呼び名がある。キョフテは、通常、牛肉やラムのひき肉に、スパイスや玉ねぎを加え団子状に丸めたり平たく、形を作って調理される。 ベジタリアン用のラウキコフタやシャヒアルーコフタはインドではポピュラーである。肉には滑らかなペーストを形作るために米やブルグル、野菜、卵などが混ぜ込まれる。インドでは赤身の肉よりも魚や野菜などから作られる場合もある。調理法もグリルやフライ、蒸し物、ポーチ、焼き、マリネなど様々でスパイシーなソースが添えられ、北、アフリカや地中海、 バルカン、南アジアなど広い範囲に多様なバリエーションがある。パキスタンのコフタは牛肉や鶏肉から作られている。ナルニシコフタには卵が使われ、パキスタンではとても一般的である。2005年のある食品会社の調査によれば、トルコには291種類もの恐怖手があるとされる。アラブ圏の国々の恐怖手は通常、はま型のシリンダーにより成形されている。 アラビア語の最古の料理本等の初期のレシピでは通常、味付けしたラム肉をオレンジ台に丸め、卵の黄身で光沢をつけサフランを加えることもあった。この調理法は西洋にもたらされ、ギルディング、エンドーリングなどと呼ばれた。様々な地域に存在するキョフテだがその中でも、イランのタブリーズ名物のクーフテタブリーズイーは直径20センチメートルと大きなサイズである。 南アジア料理のコフテにはスパイシーなカレーが使われるのが一般的で、片茹で卵が使われることもありインドやパキスタンのレストランや南アジアの家庭料理として広く食されている。片茹で卵がスパイシーなコフテの肉の層に入れられたものはナルギシコフタと呼ばれ、イギリスのスコッチエッグはムガル料理であったこの料理にインスパイアされたとも考えられている。 インド北東部ベンガル地方では、テナガエビや、魚、バナナ、キャベツ、ヤギの肉などから作られる。レバノン料理のカフタは、牛のひき肉と、玉ねぎ、パセリ、オールスパイス、黒胡椒、塩を混ぜて下ごしらえされる。モロッコでは、クフタは、タジン鍋を使って調理される。ペルシャ語での呼び名、クーフテは、叩く、かき混ぜる、引くなどを意味する動詞、クーフタンの過去分詞であり。 惹かれたものを意味する。ペルシア語と同じ語派に属する、ヒンドゥースタン語における呼び名、コフタも同様である。トルコ語やアゼルバイジャン語などにおける呼び名、キョフテはペルシア語からの借用語である。以下、各国での呼び名。ウィキメディアコモンズには、クフタに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。